高松市はワークショップや清掃活動など地域活動の人材育成に力を入れています。地域で何かを始めたい人がチャレンジするきっかけになってほしいと、歴史から見えてくる高松の面白さと題して、香川大学の西成教授が講座を開きました。参加者は江戸時代の絵図を片手に商店街周辺の街並みの変化を学びました。この三越のこの位置ですね、これ見ると、見間屋って書いてあるかな、つまりこれは馬を止めるようなところだったんですね。だから城内に入って、そこで、現代でいうその駐車場ですよね、車止めてそれからこう入っていくように思います。高松市まちづくり学校は今後も海ごみや防災などさまざまな観点について講座や体験会などを開く予定です。